はい、やっていきましょう。レコード。これ、ナイトアリー。ナイトアリー。また。行き先は、と。そうだったんだ。そうだったんだ。ビビッとくるのは、これでいいかな。これでいい。ぐるぐる混ぜて、できた。どれにしようかな。こんな感じ。はい、一段落。レベルアップ。何を作ろうかな。これでいいかな。これしかないんだ。これいけるいける。できた。こんな感じ。はい、おしまい。今ならリドルに書いてあること、ビシッと理解できそうな予感。よーし、机でちょっとまとめてみるとしますか。まとめてみるとしますか。さてと、考えをまとめて、よし。プニプニプニ。エーファ違う。エーファ違う。もっとこう。プルプルってした感じで。プルプルってした感じで。プニプニ。プニプニ。よし、これならバッチリだね。これならバッチリだね。何してるの？何してるの？マスター。
マスター、イメージトレーニングだそうです。だそうです。プニプニと話す道具を作るためのイメージトレーニング？あれ？ってことは、はい、リドルに書いてある内容バッチリ理解できましたよ。内容バッチリ理解できましたよ。それでプニプニと話す道具のレシピも思いついたそうなんです。プニー、ああそう、プニーかじゃない。ねえルルアちゃん、リドルのことなんだけど、さてイメージトレーニングも終わったことだし、早速道具の調合やっちゃいますか。早速道具の調合やっちゃいますか。待ってるよプニプニたち、私がお話聞いてあげるからね。聞いてねえし、聞いてないよ。どれを作ろうか。これか。ねえ、これ。多分これだと。なんだろう。とりあえずそうかな。何を作ろうかな。何をしようかな。もうこれか。これ何が必要なのか。これが必要なのね。ビビッとくるのはこれでいいかな。これでぐるぐる混ぜて完成。特性はどれにしよう。
しまい。どれを作ろっか。しようかな。こんな感じ。はい、一段落。調合うまくなったかも。何を作ろうかな。ビビッとくるのは、うん、これでいけるいける。完成。どの特性がいいか。こんな感じ。これでいいかな。これでいけそうかな。これでいけそうかな。どうなんだろうね。これでいいかな。これでぐるぐる混ぜて完成。特性はどれにしよう。
これでいいかな。わあ、一段落。何を作ろうかな。あれ。全部作ったんで、ビビッとくるのは、準備すごい問題。これでいいかな。これでいい。いけるいける。カフェ、どれにしようかな。これでいいかな。はい、おしまい。調合うまくなったかも。できた。これさえあれば、どんな岩もドッカンだね。どんな岩もそんなに強力なの。これさえあれば、どんな岩もドッカンだね。どんな岩もそんなに強力なの。さすがにどんな岩もオーバー言い過ぎだけど、ある程度頑丈な岩も壊せると思うよ。壊せると思うよ。ああ。街中で爆発なんてしようものなら、なるほど。なら、くれぐれも気をつけないとダメだよ。くれぐれも気をつけないとダメだよ。街中で爆発なんてしようものなら、大丈夫だって。大丈夫だって。でも確かに気をつけないと危ないか。危ないか。っていうか、そう言われたら途端に怖くなってきた。私はなんてものを。まあいっ か。気をつければなんとかなるね。なんとかなるなる。うん。軽いな。何を作ろうかな。これか。ビビッとくるのは、こんな感じで大丈夫。まあ、とりあえずこんな感じ。これでぐるぐる混ぜて、できた。どの特性がいいかな。これでいいかな。わあ、一段落。プニプニと話せるようになる道具完成。おー、本当に作っちゃうなんて。ちょっと試してみる。あ、そうだね。これを口に入れてっと。ではプニ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 。ただプニッとしか言ってないじゃん。すみません。すみません。お邪魔ですね。失礼します。失礼します。待ってください、キリカさん。違うんです。今のは。ルナちゃんにやれって言われて役だけです。私は別に。
あ、エーファ、私も売るの？私も売るの？うわ、エーファが言い出したんでしょ？エーファが言い出したんでしょ？お二人はとっても仲がよろしいんですね。よろしいですね。はい、私たち幼馴染ですから、子供の頃から一緒なので息ぴったりですよ。ねえ、一緒ね。ねえ。ねえ。それはそれは。それはそれは。私とメルルンみたいなものですね。みたいなものですね。多分そうだと思います。多分そうだと思います。大事な大事な親友。大事な大事な親友。と、そうだ。ケイナさん、そうだ。アトリエにいらしたってことは何かご用事ですか？何かご用事ですか？あ、はい。その、はい、そのプニレンジャーの件なのですが、警備団の手がやはり足りていないようで。手がやはり足りないようで。あの後、何か進展があったか伺いに来たんです。ルルアさんたちが頼りですから。頼りですから。なるほど。なるほど。任せてください。任せてください。今さっき完成したんです。完成したんです。プニプニと話せるようになる道具が。プニプニと道具が。これは使って。これは使って。プニレンジャーと話してきますから。プニレンジャーと話してきますから。期待して待っててください。ケイナさん。期待して待っていてくださいね、レイさん。プニプニと。プニプニと。話す。話す。錬金術師は本当にとんでもないことを考えますね。考えますね。わかりました。わかりました。話し合いで解決できるなら、それに越したことはありません。お願いしますね、ルルアさん。お願いしますね、ルルアさん。はい。はい。よし。よし。それじゃあもう一回スタルハング球場に行ってみようか。球場に行ってみようか。行き先はっと。ん？目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。はい、しっかり採取してあります。はい、どうぞ、マスター。どうぞ、マスター。ありがとう、ジムドラゴン。ジムドラゴン。すみません、ドラゴンさん。ドラゴンさん。今日の献立のことなんですけど。献立のことなんですけど。ああ、それなら決めておきました。こちらのメモ。こちらのメモ。なるほど、わかりました。わかりました。じゃあ下ごしらえ進めておきますね。はい、お願いします。さて、次はパカパカとテケテケの餌やりを。どうしました？ナノマスター。そんなに見つめられるとやりにくいのですか？やりにくいんですが。え？ああ、ごめん。いや、ふと思っちゃってさ。ふと思っちゃってさ。ドラゴンさんってめちゃくちゃ働き者だよね。働き者。そうでしょうか。そうでしょうか。これが僕の仕事ですので。これが僕の仕事ですので。これクエイさんの恋の人ちゃうの？皆様がしっかりと錬金術に励み、旅を続けられるようサポートするのが僕の役目。サポートするのが僕の役目。僕はその役目に忠実に従っているだけであって、働き者かと言われると、いやいや、役目とかなく働き者だって。大丈夫？ちゃんと休んでる？ちゃんと休んでる？ええ、ご心配なく。ご心配なく。時間を見つけてゆっくりするようにはしています。ゆっくりするようにしています。睡眠も1日30分ほどは取っているので、る気にしなくて大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。30分？ダメだよ、そんなの。もっと寝なくちゃ。もっと寝なくちゃ。
いえ、30分寝れば十分。寝れば十分。ダメ。餌やりは私がやるから。ドラゴンさんはベッドで休んで。ベッドで休んで。ほら。ほら。あの、ですが。ですが。いいから。早く。はあ、わかりました。いいから。さあ早く。さあ早く。うん、わかりました。反省しないとな。反省しないとな。いつもドラゴンさんに頼りっきりになっちゃうし。なっちゃうし。ドラゴンさんが私たちの旅の要なのは間違いないけど、私もしっかりしないとね。しっかりしないとね。行き先はあっと。ね、あの、そうそうそう、これ。お着替え。これ特典ですね。行き先はあっと。さて、どこに行こうかな。あれ？よし、出かけよう。目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。なんかこっち行って、あのクエストをさ、パッと行きますか。パッと行きよかったら、それもいいですか。アイテムねえじゃん。さーて、どこに行こうかな。どこに行こっかな。頼んだよ、テケテケ。目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。準備はいいか？油断するなよ。おとなしく待っててくれたみたいだね。みたいだね。じゃあルルアちゃん、作った道具の力を見せてもらおうか。見せてもらおうか。はい、はい、じゃあみんな、これを口に含んで。口に含んで。はい、うん、まったく、まったくプニプニくらい倒してしまえばいいのに。まあまあ、まあまあ、さっきさ、さてさて、頼む、聞いてくれ。頼む、聞いてくれ。私たちの話を聞いてくれ。私たちの話を聞いてくれ。まあまあ、カオン、さてさて、どうなるかな。どうなるかな。すごい、本当にプニプニが言ってることがわかる。言ってることがわかる。こちらの言葉が通じている。驚きましたね。まさか人間と会話する日が来ようとは。この日が来るとは。こっちも驚きだ。こっちも驚きだ。プニプニ意外と頭良かったんだな。
意外と頭良かったんだな。まあこれは幸いだ。すいませんね。なあ人間さんよ。人間さんよ。俺たちの言い分を聞いてくれるか。言い分を聞いてくれるか。もちろんだよ。もちろんだよ。私たちはそのために来たんだから。来たんだから。そうか。感謝する。感謝する。人間にとっては、私たちは悪さをする集団に見えているだろう。見えているだろう。だが、それには理由があるのだ。理由があるのだ。私たちは、アールズの市民権が欲しいのだよ。欲しいのだよ。アールズの市民権？はい。アールズはここ数年で急激な発展を遂げました。急激な発展を遂げました。しかしその影響で僕たちはもともと住んでいた場所を追われてしまったのです。もともと住んでいた場所を追われてしまったのです。人間にだって事情があるのは分かってるさ。分かってるさ。だが俺たちだってこの地で生きてるんだよ。必死にな。必死にな。だからだから俺たちはアールズの市民権が欲しい。生まれ育ったこの地でのんびり暮らしていきたいんだ。暮らしていきたいんだ。なるほど。じゃあ悪さをしてたのは一種の抗議活動だったってわけか。抗議活動だったってわけか。いっぱい倒しましたけどね。本当に驚いたな。本当に驚いたな。プニプニにそこまでの考えがあったなんて。考えがあったなんて。当たり前だろ。当たり前だろ。俺たちだって生きてるんだ。生きてるんだ。生きるためになら頭だって使うさ。頭使うさ。うん、あなたたちの事情はよくわかった。確かに言ってることも最もだと思う。言ってることも最もだから、ケイナさん、アールズの役人さんに相談してみる。約束するよ。約束するよ。ならば私たちも、関所の封鎖を解いて。何甘っちょろいこと言ってんだ。何甘っちょろいこと言ってんだ。なんだか大きいけど。なんか大きいけど。人間なんかと話し合う必要はねえよ。俺様たちの力で屈服させりゃいいだけだ。屈服させればいいだけだ。何を言うんだブラック。何を言うんだ。せっかくの和平の道を。お前は。お前は。うっせ。うっせ。あ、これはキリト君のどの声ですね。レッドブルーグリーン普通の名前じゃねえか。あいつらのことを心配してる余裕あんのか。次はお前らの番だぜ。あいつらの心配してる理由余裕あんのか。次はお前らだぜ。そうはさせない。そうはさせない。レッドたちとの約束を果たすために、私はあなたを倒してみせろ。プニレンジャーさんたちの弔い合戦だね。弔い合戦だね。勝手に殺すな。勝手に殺すな。まあ、ここはルルアに賛成だ。ここはルルアに賛成だ。悪いプニプニは懲らしめてやらないとな。懲らしめてやらないとな。そうね。そうね。それじゃ、行くわよ、みんな。行くわよ、みんな。確か。なんとかなるな。なんだっけ、また忘れた。止めてみろ。また忘れちゃったんですけど。力を込めて。誰だっけ。仕留めるわ。人間にも出てくるね、これ。もう一撃。もう一撃。うわ、マジで。なんだっけ、なんだっけな。松岡義嗣さんですね。松岡義嗣さんいいですよね、多分。逃がさない。もう一撃。おい、もう一撃。
切り裂く。それ。ほら。仕留めるわ。あれ、もう一撃がないぞ。神速だ。これはこれでいいかな。力いっぱい。逃がさない。行けって。切り裂く。オッケー。逃さない。まあ、当然の勝利って感じかしら。しゃあ。うわ。決着だな。まあ、真っ二つは勘弁しておいてやろう。まあ、真っ二つ勘弁しておいてやろう。ヌラちゃん、怪我はない？大丈夫？ヌラちゃん、怪我はない？大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、エファ。大丈夫、エファ。いつつつ。レッドたちも無事みたい。よかった。よかった。ブラック、怪我はないか。怪我はないか。お前に何かあったら、私たちは。うるせえ、レッド。うるせえ、レッド。お前たち悔しくないのか。悔しくないのか。人間たちに住む場所を奪われて。住む場所を奪われて。まあ、本当にこいつらの言うことが信用できるのか。こいつらの言うことが信用できるのか。破るつもりかもしれねえだろ。約束までして破るつもりかもしれねえ。どうせ俺様たちの居場所はねえんだよ。ねえんだよ。俺様たちの居場所なんてどこにも。どこにも。そんなことない。そんなことない。ルルアちゃん。ルルアちゃん。居場所がないなんてこと絶対にない。生きてる限り、生きてる限り、誰にだって必ず居場所あるんだから、必ず。そんなこと、そんなこと、そんなことねえ。そんなことねえよ。こいつらともかく、こいつら、俺様ははぐれ者で、俺ははぐれ者で。うん、違う。あなたの居場所がないって言うなら、あなたが、レッドたちはどうしてあなたのことを心配したの？ないってなら、レッドたちはどうしてあなたたちのあなたのことを心配したの？大きくても小さくても、小さくても必ず居場所はあるんだよ。必ず居場所はあるんだよ。居場所がないなんて、だから悲しいこと言わないで。居場所がないなんて悲しいこと言わないで。今は私たちのことを信じられないかもしれない。私たちのことを信じられないかもしれない。騙されるかもって思っちゃうかもしれない。騙されるかもって思っちゃうかもしれない。けど絶対悪いようにはしない。あなたたちから聞いたことをみんなに伝えるから。ね。一緒に手を取り合って、手を取り合って生きていこう。人間もプニプニ も、どっちも同じ生き物なんだからさ。生き物なんだからさ。きっとできるはずだよ。きっとできるはずだよ。分かったよ。分かったよ。今回だけ。今回だけだぞ。人間。ブラック。ありがとう。ブラックのことを許してくれて。人間さん、ブラックのことを許してくれて。人間もなかなかどうして。なかなかどうして。粋なやつがいるじゃないか。粋なやつがいるじゃないか。そりゃもちろん。それはもちろん。だって。私の自慢のルガーちゃんだからね。ルガーちゃんだからね。どういうことなんだ。どういうことなんだ。まあいい。まあいい。じゃ、そろそろアールズに戻るか。そろそろアールズに戻るか。そうだね。そうだね。ことの顛末をケイナちゃんに伝えなきゃ。伝えなきゃ。はい。はい。それじゃあみんな。それじゃあ。いい報告を待っててね。いい報告を待っててね。どんなピンチが来ても、なんとか。
目的地はどこだ。まあどこでも同じだがな。とりあえずあれ、とりあえず帰ろうぜじゃなくてさ、とりあえずこっち行こうぜ、帰ろうや、帰ろうぜ、とりあえず帰ろうぜ。おお、これはサムネにいいかな。これ皆さん、あれケイナちゃん、わざわざ入り口で待っててくれたの。はい、関所のプニプニがいなくなったという報告がありまして。皆さんがやってくれたんですよね。はい、あのケイナさん、実はお話があって。話、こっちの方がいいかな。なるほど。プニレンジャーたちはアールズの発展で故郷を追われたプニプニだったと。故郷を追われたプニプニだったと。アールズの発展によってプニ、はい、そのプニレンジャーたちと。ええ、分かっていますよ。プニレンジャーたちもこの豊かなアールズに住む仲間ですから。彼らが平穏に暮らせるよう、アールズの住民総出で力を尽くすと約束します。やったありがとうございます。ケイナさん、いえ、お礼を言うのはこちらの方ですよ。お礼を言うのはこちらの方。本当に助かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いい、お礼を言うのはこちらの方ですよ。ルルアさんたちのおかげで問題を解決できたんですから。本当にありがとうございました。これにて一件落着かな。ご苦労であったルルアちゃん。ありがたき幸せ。おい、疲れてる場合じゃないだろう。疲れてる。本来の目的を忘れてないか。そうだよ、ルルアちゃん。関所を通れるようになったってことは、ルルアちゃんのお母さんのふるさとアーランドに行けるんだよ。そっか。アーランド。そうよ。アーランドはいいところだから楽しみにしときなさい。アーランド。もう少しでアーランド。はーい。じゃあ出発。そろそろ出発しましょう。そろそろ出発しましょう。まったく。元気なやつね。アーランドまではまだ距離がありますから。どうかお気をつけて。また遊びに来てくださいね。その時にはメルルの話もしてあげます。それではケイナさん、また楽しみにしてますからね。ルルアさんとメルルはとっても仲良しになれそうですね。今頃メルルはどこを旅しているのよ。楽しんでるといいんですが。着せずして始まったアーランドの旅。期待と不安で悩まぜだったのをよく覚えてる。多分何かのきっかけがなければ私はずっとアーキリスで暮らしていた。だから少しだけお母さんにありがとうって気持ちもあって、お母さんに会いたいなって気持ちもあって、とにかく遠くに旅をするのが楽しかった。
みんなとの旅がこんなに楽しいんだって、こんなに楽しいんだって、世界はこんなにも広がってるんだって、広がってるんだって知る。だからこれはきっかけの章、これはきっかけの章、これから続く私の長い長い旅路の第一歩来たぜ。行き先はっと、行き先はっと、出発だね。楽しいお出かけになるといいね。さてどこに行こうかな。目的目的っと。ゴースト倒していけばいいと。とりあえずゴースト倒すか。今の予定は。行き先はっと、さあ出発。今日は何が見つかるかな。お、しょ、追いかけられてるじゃねえか。何なのか、何なの。ねえエヴァ、次のカレーの具は何にしようか。そうだね、お魚カレーでも作ってみる。どんより曇ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。準備はオッケー。さ、頑張っていきましょう。開いたね。そっか。第三章まで行ったね。早いペースかな。で発売して2日目やで、まだな。あ、2日目やな。好きですね。早くね、クリアしたくてしょうがないよ、これ。早く続き焼きになるの。早くやりてえ、みたいな。明日もね、2本 ?3 本いけたら行きます。ねえ、勇気なんですよね。なんていうの、だから出かけるのが勇気なんですよ。出かけなきゃいけない。ここがアーランド。ここがアーランド。うん、そう。アーランド共和国一番の都にして、ロロナさんのふるさと。すごいよ。めちゃくちゃ大きい。とんでもなく立派。お母さんはここで生まれたんだ。いいな。ずいぶんとはしゃいでるな。子供の頃からアーランド暮らしたから僕には分からん。それは分からないだろうね。アーランドにはなんというか魅力があるんだよ。町の人たちの活気と今まで築き上げられてきた歴史と
歴史と町の人たちの歴史、楽器と今までの作られてきた歴史といろんな思いの入り混じった、いろんな思いの入り混じった錬金釜の中みたいな魅力が、ま、ね、中みたいな錬金釜の中みたいな魅力がね、錬金釜の中、錬金釜の中まあとにかく魅力的ってことだよね、エーファちゃんもそう思うでしょ、うん、魅力的ってうん、いうことだよ、リーファちゃんもそう思うでしょ、うん、おりょ、エーファちゃん、エーファちゃん、え、あ、すみません、すみません、初めてのアーランドなので、見入っちゃって、見入っちゃって珍しいね、珍しいね、さてと、さてと、おーい、ルルアちゃん、おーい、ルルアちゃん、はい、なんですか、師匠、なんですか、師匠、私はこれから営業許可の更新手続きをしてくるよ。だからその間、アーランドを見て回ってきたら、え、いいんですか？いいんですか？めんどくさそうなことを師匠に任せちゃって。いいのいいの。ロロナさんの故郷、いろいろ歩いてみたいでしょ？歩いてみたいでしょ？ということで、そうだな、あとでロロナさんのアトリエで落ち合おう。はい、チーズ。はい、チーズ。うんうん。ここがお母さんのアトリエなんですね。わかりました。わかりました。じゃあここで一旦解散とするか。解散とするか。僕も少し用があるからな。少し用があるからな。私もちょっと行ってみたいところがあって、私もちょっと行ってみたいことがあって、ルーアちゃん、ごめんね、ルーアちゃん、うん、気にしないで、気にしないで、それじゃあ後でまた、それじゃあ後でまた、みんな、お母さんのふるさと、ふるさと、アーランド、アーランド、いろんな場所、いろんな場所、回ってみちゃうぞ。パーティーから行きました。パーティーから見てたのはちょっと痛いから、ちょっとあれにしようか。パーティーが入ってからいきますか。あ、なんだろうこの音楽、なんだろうこの音楽、ございました、ありがとうございました。ヒューヒュー、最高だぜリオネラちゃん、リオネちゃん、さすがアーランドの舞姫、しびれちゃうよ、ねえちゃんよいらっしゃい、いらっしゃい、初めての方、初めての方ですよね、ですよね、綺麗な人、綺麗な人、じゃなくて、じゃなくて、私ルラって言います、ルラって言います、なんで名乗ってるんだろう、ごめんなさい、いいんだろう、ごめんなさい、はじめまして、ルルアちゃん、ルルアちゃん、私はリオネラ、リオネラ、このアラホロ邸の天使です、このアラホロ邸の天使です、おー、リオネラか、いいな、アラホロ邸、アラホロ邸、ええ、美味しいお酒とお食事 と、あと歌と踊りを提供するお店なんです、提供するお店の提供、歌と踊り、歌と踊り、そういえ ば、さっきリオネラさん、アーランドの舞姫って、舞姫ってそうだぜお嬢ちゃん、お嬢ちゃん、リオネラちゃんはアーランド一番踊り子なんだ、一番の踊り子なんだ、子供の頃から各地を巡り、踊りの修行を積んできた苦労人なんだぜ、うん、積んできた苦労人なんだぜ、アーランド一の踊り子、アーランド一の踊り子、ちょっと恥ずかしいから、恥ずかしいから、そういうことは言わないでください、ルルアちゃんは見たところ、ルルアちゃんは見たところ旅人みたいですね、あ、はい、あ、はい、私アーキュリスから来たんです、私アーキュリスから来たんです、アーキュリスから、アーキュリスからアーラ
ランドへようこそ。ワールドへようこそ。そうだ。そうだ。お仕事を受けてみませんか。お仕事を受けてみませんか。お仕事？お仕事？ええ。ええ。うちのお店では依頼のあっせんもやってるんですよ。あっせんもやってるんですよ。旅をしてると何かとお金が必要でしょ。何かとお金が必要でしょ。私も昔は苦労したの。苦労したの。お財布を落としたり、お財布を落としたり、ね。ね。そうだったんですね。そうだったんですね。確かにお金はあって困ることはないし、あって困ることないし、わかりました。もしよければお仕事を紹介してください。紹介してください。それじゃあ決まり。じゃあ決まり。依頼を受ける気になったらいつでも言ってくださいね。いつでも言ってくださいね。とりあえずね、依頼をまたあれどこはこっちかよ。あれしかもあれや。今をね。あへえ。なるほど。よろしくお願いしますね。これ頑張ってくださいね。これ頑張ってくださいね。これ依頼をたくさん受けてる。数は足りてるし。この依頼数この依頼を報告する。数は足りてるし、すぐに報告していい？材料。とりあえずこの依頼にかな。さて、どこに行こうかな。人がいっぱい。いっぱい。ここ何のお店なんだろう。何のお店だろう。よーし、包丁の修理終わったぜ。修理終わったぜ。おお、助かったよ。よし、さすがの腕前だね。腕前はね。そいつはどうも。そいつはどうも。いらっしゃい。いらっしゃい。用事なんだ。用事なんだ。なんとなく入ってきちゃっただけなんだけど。ここは鍛冶屋さんですか。ああそうだぜ。ああそうだぜ。俺の名はコール。このハゲル&コールアークスの店長兼職人だ。職人だ。コールさんですか。私はルルアって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ルルアか。か。なんとなく知り合いに名前が似てんな。まあ、いいや。見ない顔だが、ルルアはアーランドに住んでるのか。アーランドに住んでるのか。おい、いえ。アーキリスから旅をしてきたんです。アーランドはお母さんのふるさとでして。へえ、そうなのか。そいつはいいや。そいつはいいや。旅してるだな。うちの店はうってつけだぜ。武器に防具、バグに日用使いの金属用品、ハゲル&コールワークスで揃わないもんはない。こうして出会ったのもなんかの縁だ。うちの店どんどん使ってくれよな。はい、ぜひぜひ。ぜひぜひ。はい。さて、どこに行こうかな。一応セーブしてもらって、ベイ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 
どうしようかな。行き先はっと。とりあえず。